チャオ、あちゃんです。今日は4月の、20日、15時47分です。携帯持ってきたな。オッケーオッケー。はい、エバグリーンの鮮魚市があるんで今日も行ってきます。いやだけど今日ちょっとねドライブ動画、いつもみたいに雑談じゃなく、道徳的な動画を撮りたいと思います。道徳的ではちょっとねこの前からメールでねお話があって、まあ、ほんまメール読みながら話する方がいいと思うんやけども、ざっくり読んできて、話をしながら時間もったいないでね。でなかなかねこう最近ちょっと忙しくてドンと座ってコメント読みながらメール読みながら動画撮る間があんまりなくってさ、早く出さないとと思って、被害者やっぱ産んだあかんから、と思ってね、ごめんなさいね、こんなドライブ動画でちょっと重たい話をするのもどうかと思うんやけど、やらせてください。よかったら聞いてください。もちろんこの動画は一配信者を、吊るし上げたりする動画ではありません。で、一配信者が、まあろくでもない行動、これは一人の配信者がろくでもない行動をしてるんやけども、それがなんていうのかな、とんでもなくひどいことやねんね。で、一人の配信者、いろんな人、もう、そのメールをいただいたんが数日前やねんけども、それからね、数日経って、もう3人の方が被害に遭われてる。うん。ということでね、いろんなメールが届いてます。すべて同じ配信者です。だからって言って、その配信者が、あっチャンネルを見てくれてるとは限らないし、その配信者に向けて言ったところで仕方ないんで、でもその配信者も見て、気づいて変わってもらえれば嬉しい。それに、そういうバカな、ダメな配信者の話を聞くことによって、自分の心の中で、あ、こんなことしちゃダメなんだなって分かってもらって配信をしてもらいたい。だから配信者として、恥ずかしくない行動をとってもらいたいために、この動画は撮ります。だからもちろん、配信者だけじゃなく視聴者さんも見てほしい。視聴者さんも見て、自分が応援してる配信者さんがちょっとおかしいなと思ったら指摘して変えてあげる。で、そこでもしブロックされても、それはブロックする配信者がいろんな人をブロックしていくうちに、自分がね独裁スイッチを押すことによって、周りから大切な人が消えていくことによって、後で気づいてももう遅いけども、気づきを与えるために視聴者さん側も、配信者を怖がらずにダメだよって言ってあげてほしいんでね、この話をしていきたいと思います。はい、では本題に入ります。ちょっとね前置き長くなったけどもね、本題に入りたいと思います。これ数日前、結構ねもう1週間ぐらい前なんだけども、メールをいただきました。4月の初旬に、4月の頭ぐらいに、まあ、とある配信者にね吊るし上げをされた、ライブでね吊るし上げをされたことによって、自殺未遂、その配信者さん、ごめん、話の組み立てが悪くてごめんなさい。そのメールをいただいた方はあっチャンネルの視聴者さんです。ね、あっチャンネルの大切な視聴者さんが被害に遭ったわけじゃなく、視聴者さんの娘さん、18歳の娘さん、まだ18歳って言ったら高校生3年生ぐらいかなの娘さんが、とある配信者に吊るし上げをされたことによって、睡眠薬を飲んで自殺を図った。で、お母さんはちょっと、娘さんがねの異変に気づいたんかなんかで、その睡眠薬を飲んだことに気づいて救急車を呼んだことによって、現在命は取り留めました。何とか一命は取り留めました。で、その救急車で運ばれたことによって胃洗浄して大変なことになったけど、まあ一命は取り留めたものの、精神的に未だ不安定で精神病院に入院中です。また何をするか分からへんしね、突発的にやっちゃダメなんでっていうことでなってます。で、あっちゃんもね、まあ、そのお母さんにも、メールで返したんやけども、そんなね、この世の中ではやっちゃダメなことを平気でやるバカな
配信者、ダメな配信者のためにね、その配信者が原因で大切な若い命を自ら絶たないでって娘ちゃんにも言ってあげてくださいって。そんな配信者じゃなく、もっとこの世の中前向きにポジティブにプラスに向く配信者もいてるんでね、そんなダメな配信者に寄りつかないことだよって、うん、あのアドバイスをしてあげてくださいってメールを返させてもらって、でその、ね、方には、一応ねメールを送る。おかっこいいとこっていいか、ごめん、まあ、そういうね、ダメですよって、そんなことで命を絶ったらもったいないよっていう、まあ、メールを送らせてもらって、でこのことね、やっぱり次の被害者が、そのお母さんも晒し上げてくれじゃなく、うちの娘のような被害者が出ないように注意喚起、あっちゃんねるでやっていただけませんかって言ってくれて、で、あっちゃんもこれ動画にさせてもらっていいですかって、次の、ね、被害者が出んようにって言ったら、お互いの気持ちが通じたみたいで、よろしくって言われたね、動画にさせてもらいました。4月の初旬頃やから、まあ、4月の初旬か3月末かぐらいに吊るし上げされるんやろね。それで心を痛めてたんやと思う。18歳の女の子ってまだまだ不安定な時期です、ね、不安定な時期にとんでもない配信者のね、心ない行動、それによって心を病んじゃう。でそれだけじゃなく、一緒になって煽った視聴者、そういうね、バカな大人たち、汚い大人たちの汚いナイフ、汚い言葉で自ら命を絶つ。汚いナイフを振りかざしたらどうなるのか、あっちゃんこの前研いでたね、錆びた、刺身包丁を振りかざしたらね、相手の心臓を突き刺したらなくなるかもわからない。いや、動脈切ったら出血多量でなくなるかもわからない。っていう、物理的に相手を殺すことはできます。汚いナイフ、錆びたナイフでもね。でも言葉っていう汚いナイフはどうやって人の命を奪うかっていうと、自らの手で自らの命を奪うっていう、一番やったらいけない、一番やってほしくない、自らの命を絶つ。でこの命を絶つ時に、人に刺されて命を絶つ場合、苦しいよ、辛いよ、でも人を殺すっていう行動をしてないでね、相手に殺されてるけど、自ら命を絶つっていうのは自らの手で自らの命を殺す行動やでね。考えてみて、自分の手 で誰かの命を絶つことってできる？みんな苦しいでしょ。いくら恨みがある相手でも、自分の手にかけて相手の命を奪ってやろうって思ってても、本当に実際できるかってできへんでしょ、なかなか。それが相手じゃなく自分の命を絶つねんだよ。どれくらい辛いと思う？どれだけ追い詰められた人間がどれだけ苦しんで自らの命を絶ったと思う？それが汚いナイフ、汚い言葉っていうナイフでね、人を刺す行動やねん。自らの手で刺すんじゃない。で人を自殺に追いやった配信者は、自殺したことすら気づいてないはずです。煽りに煽った周りの、もう信者と化した視聴者が気づいてないはずです。あなたたちは人を殺したんです。命は助かったけども、一人だけじゃない、何人もやけども、今回も一人の命を奪ったんです、あなたたちはね。だからひどい配信者には、ひどい視聴者、ひどいファンしかつかへんねんなってあっちゃんは思った、うん、よかった、あっちゃんのファンの人たちがすごくいい人で、ってことはあっちゃんもいい人なんだわいやちょっと冗談もさておき、こういう真面目な話にね、いや時々こういうのも入れやんとね、重くなっちゃうんで、時々あっちゃんはこういうの入れ込んでいきます。でもう一件、これは昨日一昨日ぐらいにいただいてました。その配信者が久々にまたライブをやってたらしくて、で、そのライブでもともとファンっていうか、ずっとファンやった人が、吊るし上げされてたって、ちょっとねそのメールには誰が吊るし上げられてたっていう名前を書いてくれてました。でその
配信者さんのファンであって、あっチャンネルにどうしたらその人うまくいくんでしょうかって相談しに来てくれてた人がいてた。で、あっチャンネル、あっちゃんもライブの時にいろいろ話させてもらった。もちろんその頃はあっちゃんのアンチというか、あっちゃんに、まあ、言ったら向こうの信者であって特攻してきたような立場の人でした。でも、あっちゃんのライブで話をすることによってその方は分かってくれたんやと思う。で、あっちゃんもちょっとかわいそうなことしたかなとは思うねんけどもね、あの心を痛めてたらちょっと気の毒やなと思うけども、その方はあっちゃんが言ったことが伝わったのかもわからへんねんけども、配信者さんに何かをね言ったんやと思う。そのあっちゃんのライブ見てないかわからへんねんけども、そのメールの文面から見るとね、どうも、なんでこの文反対向いてんねん、どうもそのなんていうのかな、その視聴者さんはいいアドバイスみたいなことを言ったんかなんかやと思うねんけども、吊るし上げをされてたって、どうなんだろうなって思って、まだやっぱり吊るし上げしてあんだけ言われて、ね、この前直接対決じゃないけどリストカットした事件であっちゃんが直接あこい書き込みに行ってブロックされたことによって、警察を呼ん で警察の対応がやっぱりその直接手を下してない、今の法律はダメ、日本の法律は。だから直接手を下した犯罪にはどないかできるけども、ああいう、ね、間接的に心を追いやって自殺に追いやったやつの犯罪者を野放しにすんねこの国は、ね、だから警察呼んだんやけど、被害者今にも自殺しような人を保護することはできても、自殺に追いやったやつには何も制裁加えられへん国やねん、クソみたいな国や日本はって思った。その時に、ね、警察の人も分かってくれててすぐにでも踏み込んでそんなやつを処分したいって、でも法律がないと僕たちは動けへんねんって、一緒にライブ見てくれてたんで、あっちゃん合わせて警察がうち来たから、なんでうち来んねんこんな夜中にみたいなね、びっくりしたけどなんか話聞かせてくれて、聞きながら、うちは Wi-Fi 繋がってるから携帯でその相手のライブを警察に見せながら話したん、きっちり吊るし上げしてて、あっちゃん悪いこと言ってたね、でひどいこと言ってた、この人ですか、ひどいですねって警察も言ってた、でもこれは今の法律ではどないもしよくないんですって、なんか言ったことがこれはひどいなって、警察もちょっと半切れ状態やね、でも何もしてあげられへん、ごめんなさいって警察が言ってくれて、うん、まあそうやってね、警察もやけども国も巻き込まないといけないような事例になってきてる。それでも、ね、そのライブの後ちょっとライブをしてなかったから、ちょっとでも改心したのかなって、時間を何だろう、何日かライブをしてなかったみたいだから改心したのかなと思って、でそこにその人の、ファンの人、元ファンとかファンやファンでやったと、ファンとか今もファンやと思うねん、だからこそダメなことを忠告してあげたんやと思うねん、あっちゃんがファンやったらやってあげろって言ったからやと思うんだけど、してくれたんやと思うねん、そしたら吊るし上げされた。でそれその人からじゃなく見てた人があまりにも気の毒やったんやってメールをくれたんで、ちょっとひどいなぁと。で昨日もメールが出てたけども、昨日も、数件メールがあって、また昨日も吊るし上げをしてたみたいで、もうひどすぎるなって、吊るし上げされた人はね、そんなバカな配信者の言葉に惑わされず、アホちゃうかって思っとってください。でそんなやつね、されたらされたで、やっぱり何か言ったら、メールで書いてあっちゃんに送ってくれてもいいし、誰かに話してもいい。そういうことすることによってちょっとでも心が晴れるんやったら、どっかで発散してください。バカな配信者と関わってもろくなことないです。ね。坂場さんオイル食ってるよ、エンジン。多分よう走っとんねえわ、このトラック。距離やな、はい、まあね、そんな感じなんでね、まず被害者さんをこれからは広げないような方のように、あっちゃんは警鐘動画を出していかないといけない。でここ最近のライブでも数人吊るし上げされてるみたいで、ひどい、ね、そんなことです。でまだ、もう一件メールがあったのがね、まだこの前のオフ会のねキャンセルの返金もされてないはずです。なのにまた新たにオフ会をしようとしている、とんでもないっつってメールが、確かにね、やっぱオフ会の参加のあれを片付けないとやっちゃダメやと思う。
で、あっちゃんだけじゃなく他の何人も、アドバイスをしてたと思うけど、 Amazon ギフトでもいいから送りつけろって、でないと既成事実を作ってなかった、そんなことしちゃダメでしょってメールに書いてくれた。あっちゃんもそう思った。あっちゃんもし何かあってね、返金トラブルが出て返すことができへんかった、次のオフ会なんてできへん、いや、あっちゃんここ最近オフ会やってないでしょ、それは一つトラブルの種があるので、これ視聴者によるね、内部情報リークやねんけども、これはね、いろいろあって詳しい内容は話されへんねんけども、その視聴者さんが直接言ったんじゃない らしいんやけども、回り回ってそういうふうなリークになっちゃったっていうことが怖い。やっぱりオフ会の中の情報っていうのは何を話したかっていうのもオフ会来てくれた人の楽しみであって、オフ会参加する人の特別プログラム、プログラムって言い方あれけども、特別な会話やねんね。それをリークするっていうのはもうマナー違反であってルール違反やねん、もちろん。で、それだけじゃなく、内容云々じゃなく、オフ会に来てくれたあっちゃんのことはいい、実際見たったら、ブザイクやったねとか、実際見たらデブかったねとか、実際見たらなんかあれで足短かったでとか、何でもいいねん。そんなことをね、実際思った感想を別に言ってもらったところで構え、別にあっちゃんは、YouTuber やからね。やけども、オフ会参加者っていうのは一般人やねんね。で、一般人の人の個人情報とか容姿とかをリークするってやっちゃダメなことなんで。で、その人も分かってくれた、直接連絡くれたって分かってくれたみたいだけども、これが今後起こらへんとは限らへん。だから結局オフ会することによって、参加者の、何やかんやの情報をリークされるのが怖い。この問題をクリアできへんかったら、あっちゃん次のオフ会が怖くてできへん。これが普通やと思うねん。だからオフ会に関する返金問題とかもクリアしてへんのに、次のオフ会するのはどうやねんっていうメールを届いてるので、確かにそういう意見もそうやと思う。それは常識がないよなって。そんなのもありでね、やっぱりそこでも精神的に苦しんでる人がいてて、ね、返金問題で吊るし上げされて心を病んでる、その人の心のケアもできへんのに何がオフ会やねんと。オフ会するなとは言わへんし、別にね、その辺は自由やと思う。次その人だけじゃなく、ファンの人もやっぱり会いたい、ね、っていう待ってくれてる人もいてる。ファンのために、オフ会は誰のためにすんねんって、主催者、YouTuber、ね、配信者が、オフ会の参加費をくすねて儲けるためにするのか、オフ会に、みんなが、やっぱりプレゼント持ってきてくれたり、お土産持ってきてくれたりしたら嬉しいよね、それを目当てにするのか、そうじゃなく、オフ会っていうのはオンでしか会えない、画面でしか会えない YouTuber に会えるっていうね、そういうのを視聴者さんに提供するっていうのがオフ会でね。はっきり言ってオフ会するメリットって何かって言ったらね、 YouTube 配信者にしてメリットってないのよ、正直。大手さんになってきたら会費制にして、その会費から会場費払っていくらか儲けて、運営、オフ会運営で儲けてる配信者もいてる、確かにね。それがやったら赤ことじゃない、やっていいことやね。だって、アイドルのコンサートってそうでしょ、入場料取って、その入場料で、会場借りたり、ガードマン入れたり、バックバンド入れたりで、なんやかんやしてグッズ売って、で結局何かあったら最終的アクター、アイドルが儲かるシステムになってるね。 YouTuber でもそれはやってもいいと思うよ、あっちゃんは別にね。ただやっぱりそれもやけど、実際生で会えるっていう、視聴者さんがね、そういう実際生に会いたいっていう人がお金を使ってきてくれるよね。変な話、お金を使うってね、お金を払うんじゃなく、電車代使ったりとか交通費払って貴重な時間を使って来てくれるわけやんね。の感謝をしないといけないのに、自分が貢ぎ物ももらえるとか、そこの会場費用をどないかペイできるような会費制にして、会費から何ぼかくすねるとか、
そういうのはダメやと思うね。うん、だからあっちゃんは何かって言ったら、はっきり言ってオフ会しようと思ったら、変な話ね、1日時間を潰すことによって動画撮れないんだよね、あっちゃんはね。で編集できへんねんね。でもその時間を潰して、あっちゃん自分の費用、電車代とか足代も自分で払って、でもオフで会いたいって言ってくれる人に喜んでもらおうって思ってオフ会をするのよ。だからご飯食べ、結局あっちゃんのオフ会って何かってランチオフ会が多いんやけど、ランチオフ会するってなったら会費じゃなくて自分で食べたものは自分で払ったらいいやん、それだけ、うん、だからもちろんあっちゃんも食べた分自分で払います。うん、でみんなでこうね、あれもこれもって取る、何て言うの、シェア食いするとき、チーズフォンデュー大会とか、過去にねやったとかで、みんなでこうやっていろんなものを取ってみんなで食べようみたいなやったら割り勘ってなってくるんだよね。うん、でそこのところっていうのが大切なんじゃないのかなって。視聴者さんにおごってもらおうなんていうのはもってのほかなんね。逆に言ったら視聴者さんを割り勘にしたときに、1人2000円で割ったのに、5人集まって1万500円とかやったら、みんな2000円、あっちゃんなら2500円払っとくわ、みたいな。うん、そんなぐらいの気持ちでやらないとダメなんじゃないのかなと思う。もちろんみんなの分払ってあげたらいいけども、そうなってくると今度また来る人も来づらい。おごってもらうために来るみたいになってたら来にくいやろ、呼ばれにくいやん。あっちゃんそうやねん、結構ね、友達やから友達価格でも今回タダでいいよって言ってくれたら次行かれへんのよ。みんなもそうちゃうんかな。だからオフ会なんかはそうやって会費制じゃなく、会費制じゃなく、自分の分だけ自分で払うで OK ちゃうかな。あっちゃんそういうシステムがいいと思うね。だからそんなんで画面強い不快をしてるよっていうのメールも出てたしね。あとね、何件かメールあったよ。今やっぱ一番多いのが吊るし上げ、うん、やっぱり吊るし上げすることによってね、ダメ、人の心を追い込ん でそれもブロックした後に、もうブロックしたら意見言われへん状態でまだ吊るし上げしてグダ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 言う。でそこにファンがダメだよって誰か一人でも言うやへんのに、みんなもそうだそうだって配信者さん正しいってなる。やっぱり持ってんのかやと思う。こうやってみんな心を痛めてます。だから、配信をする人間は絶対にそういうことをやっちゃダメです。だからもし今配信してライブとかやったりしてるとね、そういう時やっぱりアンチとか来た時に吊るし上げじゃないけど、お前やってること間違えてるでって配信者が言う。ファンもそうだそうだってなる。そこで吊るし上げになったらまずいから、そこのところはブロックするんじゃなく、お互いの意見交換するならいいけど、ブロックしてからグダグダ言ったりね、人を追い込むっていうのはダメやね、まあね、うん、そこで相手が命を絶つとこまで追い込むってもってのほかない。だからこれちょっとね、どうなんだろうなと。そういう配信者がこの世の中におるのはね、情けない話で、前あっちゃんダメだよって言ったけど、どうも分かってへんみたいやから、もうやめろそんな配信者。うん、あっちゃんもうその暇じゃないから通報とかできへん。毎回毎回ライブを見に行きもできへんし、ライブやっとる時、だからライブやっとる時に通報する、すぐにこんな危険なことしてますって YouTube 通報する。で1回2回や1人や2人では無理です。何十人何百人の人が通報して、それが蓄積してたまったら YouTube は目をつける。でその配信者っていうのはやっぱりバンされる。やっぱり過去にね、どうも調べてたらね、そうやって吊るし上げしててバンされた人も、永久バンされた人もいてる。あと固定画面でライブをしてて、で、他のライブサイト、ね、もちろん直接ライブサイトリンクはダメやけども、他のライブをやってるサイト、でライブができるサイトにリンクを貼ることもバン対象になるみたいで、その人はなんか、あれや言って、ちょっとこれ教えてもらって、メールでこんな事例がありますよって送ってきてくれた人がおって、ね、なんかをリンクしてたらしくて、でそのリンクしてたライブとのあれなのか、固定画面でバンされるのか、長時間の
固定画面は YouTube の規約違反なんね、うん、だからそういうのもダメやから、うん、あのバン対象になるみたい、うん、でも YouTube ってやっぱりね影響力のない底辺にはなかなか目がいかへんのかもわからへん。だから底辺のそういうのは野放しになってる。でも逆に大手はそこまでする人いてない。底辺やからこそそういうバカなことをしよる。要は物知らずやねん。知りおらへんねん。知りもせえへんのに生きてライブするからそういう被害者を生むねん。だからもし見ててこれはやばいな、おかしいなと思ったら思った人間が教えてやってほしい。だからこれは配信者はもちろん悪い。でも配信者は天狗になるよね。アホになって思って。自分は、なんだ、有名人になった気分になるよね。自分はもうえらいビップな気分になるよね。だからそこを気づかせてやって、お前ね、やってることは間違えてんだよって視聴者さんが教えてあげないといけない。要は視聴者さんの責任でもあんねん。だから視聴者さんがそこのとこはダメだよって言ってあげてほしい。出ないとバカには気づいてもらえない。なんかバカな配信者を野放しにしてんのは視聴者も悪いねん。だからみんなでね YouTube を盛り上げていい配信サイトにしていくにはみんなの力が必要な。だからみんなでねダメな配信者にはダメって教えてあげてほしい。もちろんあっちゃんもねこうやってダメな配信者にはねダメだよって分かるような動画もこれから上げていくし、ね、だからみんなもあっちゃんのお手伝いじゃないけど喋っとったらうまく出せられんな。あっちゃんもこういう活動これからもしていこうと思うんでね。視聴者さんもね、ただ単に見るだけじゃなく、頑張って、応援してあげるっていうことは、ダメなものはダメって言ってあげてください。では、エバグリーン鮮魚1行ってきます。ウィンクできんな。